旅立ってからのこの3ヶ月は絶え間ない試練の連続だった。しかしヤマンタオの後ならどんな運命が待ち受けていようと覚悟はできている。カスピアン第一通信センターまであとわずか数キロメートル。センター内の地図は僕らが安心して暮らすことができる汚染されていない区域を示してくれるだろうか。本当のところはわからない。しかし僕らに希望以外の何が残っているだろう。砂漠の過酷さがまとわりついてくる。乗員は熱と渇きにあえぎ、オーロラも絶好調とは程遠い。石炭が底をつき、間に合わせの燃料として古い枕木と小枝を燃やしているのが実情だ。カスピ海、ちょっとオーロラも物資が不足し始めてるんだ。なんかもうマップを見る限りもう U ターン状態だね。ヤマンタウザンがあんなありさまで。で、アンナがね、なんか、ここ最近ずっと咳してんだよね。あれなんか病気になってんじゃないかな。で、行くあてももうほとんどなくなりかけてしまったけど、通信センターがあるってことを見つけたんでそこに向かっていると、2035年7月14日、夏だね、もう春終わっちゃったすぐ。砂漠？ここは好きになれないわ。砂と暑さしかないもの。気がめいっちゃう。まずいかも。なんとなくだけど歓迎されてなさそう。行きましょう。あそこの村で泊まったぞ。どうやら人が住んでるみたいだ。なるほどな。仲間の様子はどうだ、ダミール。ステファンの状態はかなり悪いです。他の奴らも良くはない。ここにいる俺たちだけが戦える状態です。そうか。アンナ、ダミールとこの地域を偵察しろ。バンカーを見つけなければならない。見つけ次第出発だ。出発するには少し問題があるかもしれんよ、大佐。ボイラーにはお茶を数杯入れられるだけの水しか入ってないし、石炭も切らしてる。そうか。なんとかしないといかんな。アンナ、ダミール、もう一つ仕事だ。水と燃料を探せ。サム、みんなに準備をさせろ。防御体制を取れ。了解。注意だけは怠らないでいいわね。アルチョム、車に乗っていた奴らが誰なのか確認しろ。単なる悪党のようだが念のためな。車は村へ向かった。おそらく通信中継設備がある。行けば何かわかるだろう。今は情報が必要だ。はい。準備ができ次第出発しろ。クレスト、お前また新しい世界だ。引っ張ることはできるか。できるかもしれんが、スピードは遅いし長い距離は無理だ。エンジンが重さには耐えられないし、ディーゼル燃料もそれほど残ってない。つまりディーゼル燃料さえあれば。もうこの急な気候の変化で体調崩してんのかな、みんな。これは？廃墟だ。目的地は向こうの村か。さて、この建物はどうだ、イディオット。どうやら昔は切符売り場とロッカーがあったようだな。ゴミだらけだな。少し掃除をした方がいい。もう極寒から急に常夏、いやこれは常夏を通り過ぎてるけど。外に行くのか。
それならこいつを見てくれ。お？たった今完成したところだ。ティハールの弾の中身を取り出して爆薬を詰めたんだ。あそこにあったやつをな。誰でも作れる。意外と単純なんだ。銃の手入れを忘れるなよ。ここは砂だらけだからな。ほう、なるほど。焼夷弾か。え、ちょっときっちり準備をしていこう。で、このガドリング、あの激戦の中ではすごい役に立ったけど、隠密ではちょっとあれだから、まあお気に入りのリボルバーでいくか。またあとはこの辺も整えて、でスコープは必要に応じて切り替えよう。で、こっちなんだけど、どうしようかな。隠密用にリボルバーは用意してあるし、ショットガンでもいいか。ショットガンで。よし。で、医療キットがないから作って、なんかここはあんまり汚染に無縁そうな地帯な気がするけど、武器の状態は大丈夫だね。で、焼夷弾ね。はい。スチールボール。これは何だろうな。何に使うんだろう。ショットガンとかかな。アサルトライフル弾がゼロ。もう今回はハンドガンとショットガンだ。あ、間違った。あ、もう足りない材料。よし、これでよし。ああ。俺も行くよ。散歩くらいなら行けそうだし。ステパン、あなた散歩なんて無理よ。シフト外の時間は休んでなさい。そうだな、アルチョム。ちょっと暑さにやられちまって。次の機会にしとくよ。それがいいわ。アルチョムとダミールは偵察に。クーラーだってないもんな、これ。まあ大体攻撃は受けるだろうな。おお。あのアンテナのある建物が見えるか。車はあそこに向かった。外では気をつけろよ。ここの奴らは何をするかわからない。アンテナ、まあ、ほとんど遺跡廃墟だけどな。ああ、西部劇でよく見るやつだ。この、お、ちょっと燃えてる。もう乾燥しすぎてて燃えてんのか。あ、じっくりやっていこう。向こうの方には海があるみたいだけどね。干からびてる死体が。なんかもう世紀末のような格好してんな。お？あ、死んでる。骨骨状態だな。ちょっとこっち行ってみるか。あ、もう近いな。え？あ、で、そういう時ってどっか屋内に入った方がいいよな。金属探知機がめちゃめちゃ反応してる。お、
あ、ここにもいるのね。あ、ちょっと。よし。嵐が来てるか。嵐に乗じて村に侵入するってのはどう？か、人の姿がなさそうなんだけど、一応ここだ。お、あ、これ切れるんだ。あ、燃えてる。開かない。おーい。ここに転がってくる。あ、なんかもういかにも。だけどそこら中モンスターがうろついてるわ。入って大丈夫？暗くなってきたな、本当に。ちょっと待ってよ、さっきの建物に戻るかな。こちらソウル。待って、悪党、悪党が。あ、ガスマスク。これなら大丈夫だ。なんかに刺さった今。おお、ちょっと明かりを消そう。この車、さっきのか。いや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 、この車両だよな、きっと。違うか、ちょっと中入ってみようかな。上行くか。うわ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 。おお、あ、待って、たくさんいるな。マスクは破損させたくないから。悪党を助けるのか、アルチョム。よし。あ、無線。とりあえずこの中に誰かがキックはしないんだ。明日誰もいない。何もないか。もっと上行ってみよう。おお、うお、すごいよ、かかり方。なんか反応あるな。上か。誰かいますか。お、上から。なかったな。
え、よ、弱い。一瞬選択肢が出たけど気絶を選んだ。あと、この武器は、あ、これもショットガンか。あ、嵐は去った。待て、なんかこのショットガンの方がかっこいいかも。とりあえず車のキーをいただいたから戻るか。おっ、ビビった。痛い。なあ、ちょ、まだいる。痛い。下に行かせてくれ。出るぞ、ここから。よし、嵐は去ったね。お、いるね。乾燥地帯もこんな、もうゾンビには関係ないか。すごい干からびてそうな肉体してるのに。おっと、おいしょ。まだいる。あ、下から。オッケー。この車動く？あ、動く。え、なんかすげえハンドル。え？うわ。もうこのミュータント嫌い。ああ、鍵。なあ。頭に鍵刺さってる。あ、助かった。見つけた。手を貸そうか。大丈夫？じゃあ出てこい。それじゃあこの車の持ち主たちとは話はできそうにないってことか。無口な奴らで残念だ。まあ仮に自分の車だとしたら、俺だって手放したくはなかったろうな。この暑さじゃ歩くよりかは運転した方がどう考えても楽だからな。それに車だったら砂嵐も怖くない。まさにドライブ日和ってわけだ。お前が砂場で遊んでいる間に何かのアンテナを見つけたぞ。アンテナ。通信センターにもそういうのがあるはずだ。この車ボロッボロだけど、行ってみるべきだ。かなり大きいから場所はすぐに分かるはずだ。俺はここに乗ってしばらく見張っておく。合流できそうなら後でそっちに向かうよ。向こうの方か。 OK、 この車はありがたく使おう。楽っつってもな、こんな穴ぼこな車じゃそんなに快適じゃないようにも見えるが。変なハンドル。よし。
灯台に向かう。バロン様からお話がある。みんな来て、バロン様がお話になる。みんな、汽車で来た連中が俺たちの都市に侵入してきたという報告があるが、珍しいことだ。というのも、これまでずっと近隣の連中にはそんなことをしたらどうなるか、しっかりと知る。おお。おお。あ、なんだこれ。奴らが何者で何を望んでいるのか探る必要がある。後で何人かに追って連絡する。残りのものは車や銃、そして戦えるトレードを用意しておけ。すぐに必要になるかもしれん。警戒。マロン様のお話は以上だ。なんかやっぱここギャングみたいのが仕切ってるんでしょ。物を投げてくる程度の知能はあるみたいだけど、この人型ミュータント。よし、これはん？まだいる。あ、なんだこれ、まだ違う生き物。ここ昔海だったとか。うわ、ちょっとたくさんいるな。おお、温泉湧いてる。入れてて。ちょ、多くないか。うわ、ちょ、これ上に登りたいんだけど、上登れないのかな。あ、中に入れるっぽいな。お邪魔。まだ来る？アイテム。こんだけか、ここは。いや、離れよう。あのまんま、まっすぐ行けば、アンテナの方に着くでしょう。お、よく見たら、なんだこれ、ヤギの骸骨かなんかか。おいし。車に乗ってれば心配はない、少なくとも、引ける。ちょっとそこら中気になるところがあるんだよね。今左になんか建物が見えた。お、あれなんだ。え、何の足音今の。ん？誰かいる？これも船だな。おお。おっ、白い。殴る。よし、ギャングだ。おっとっとっと。おフルカスタム武器がある。ちょっとショットガンの弾が減ってきちゃったから、あ、すげえ武器だけど、作業台ある。ちょっと整理しようか。スナイパーか。最高。
ちょっと状態が良くないから修理して。おお、良い。ロングバレル。あれ、でもこれ、え、ナイトビジョン 4スコアつかないのこれ。ナイトビジョンってこれ切れんのかな。切れないっぽいな。てか、ここなんか下があるんだけど。うわぁ。まだ下がある。あ、もう出口か。じゃあとりあえずこれリフレックスで、弾もクラフトして使っていくか。ただ、サプレッサーがないんだ。あってほしかったな。ああ、これ修理しないと。まずい。わ、スナイパーにめっちゃ弾というかリソース使うな。これもうミュータントと戦ってらんないな。弾の消費が激しすぎて。一応これスナイパーらしいけど。あー、デーモンも飛んでる。よし、それじゃあ今回この辺にして、あ、ここは拠点として扱える。じゃあ次回、今はちょっともう当てもないような冒険になってるけど、向こうの方にある、見えるかな、そう、塔みたいのがある向こうの拠点に行ってみよう。まあ多分ギャングの巣窟なんだろうけど。では今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。